次の問題いきます。はい、はい。え、でも、あれってことはあれじゃない？普段が普段曲短くね？スピードコア、まあ、まあ、これは7.65 倍してた。これは分かった、これは分かった。じゃあ、もう一回流せ、もう一回いきます。多分これは構成でわかる。多分構成でわかる。うんって入る。ちなみに出らないように選手リーズ確かに。あ、入れてない、入れてない。あ、入れてないんだ。言わないではないと思う。いきます、せーの、駅弁。はい、正解です。誰が、おー、北海道だ。そうか、最初音なくて、この後にゴワーが、ゴワーが来て、その後に、あの、口ちたい、あ、落ちるとこか、口ちたいが来て、その後サビ5号が入って、で、切ったさ、いったわーってなって、バーッつって。あそこか、うーん、落ちてーな。はい、渡辺選手、1点獲得。これ今、111か。111だ。よしよしよし。いい感じ、いい感じ。いやー。じゃあ次、第5問。はい。いきまーす。第5問はこちら。スピード短いね。あの無音自体がちゃんと聞こえるってことは無音時間そこそこ長い、うん、長いと思う。しっかり空白がある曲だと思うね。はい、とりあえず、とりあえず、はい、入れてみます。はい、いきます。よし、せーの、恋愛2000。残念。マジ。じゃあちょっと4倍で、4倍でいく。早埼玉さん。今日のバナナが無音だ。無音だね。そこ読みだったんだけど違ったかな。じゃあ行きまーす。その題名の曲あるじゃん。それをさっきはちゃんと 7.65 倍したの。で、今はこれをちゃんと4倍したの。はい。はい。あ、うわ、うざ、マジでうざ。うざ。うざ。そういうことも出るわ。そういうこと？いや、それ聞いた瞬間、脳内感に割れた脳が聞こえてきた。そういうこと？お前、それ、うざせーの、早埼玉2000。正解。うわ、やば。埼玉2000で。これやばい、これ、これやばいな。サイコパスだろ、お前。俺、すごくね。すごい。8枚ぐらいのやつ集めてた。すごい。サービス問題かもしれない。おいしょ。おいしょ。いきまーす。あ、待って、これあれじゃん？ん？これあれじゃん？いや、わかんない、わかんない。これあれじゃない？わかんない。もしかして、ちょっともう一回もう一回。じゃあ、行きまーす。
やっぱあれだと思う、俺これ。ピーン！あ、多分、間違いなく、間違いなく合ってると思う、これは。多分になっちゃうね。せーの。ドンカマネ戦。残念。おー。じゃあ、次4番いきまーす。あ。分かったと思う。ああ、そういうことか。早すぎて曲になってなかったけど、4倍でちょっと、意図が見えたかも。4倍で、俺最初で分かったかも。分かんないけど、これでいいのさ。おいし。はい。じゃあ、答えが出揃ったということで、せーの。成仏2000。ああ、なるほどな。じゃあ、答え流します。もういいよ、分かったよ。じゃあ今、3-3で、ラスト問題。ラスト問題。最終問題何点ですか？最終問題は、そうだな、まあ、この問題、15,300 クイズなので、じゃあ最終問題は15,300 点。やった第7問。違います。待って、誰もいないの？マジ？いきます。あー、分かったわ。分かった。うん。1個だけ出てきた。おぉ。どうか。行こう。じゃあ、回答。せーの。X-Ray。やった。まさか、みんなで。じゃあ、無理しちゃう。うん。やっぱね。最初と最後で。ってことは、15,303 点、15,303 点、15,302 点。よっしゃ最後の属性はあるもんね。積み重ねは大事。後から頑張ってもじゃあ、ということで、15,300 クイズ、終わり。ありがとうございました。お疲れ様です。風君の匂い僕に届く。